はい、皆さん、こんにちは。原田です。えー、5月22日、金曜日です。皆さん、今日はどんな一日でしたか、えー、前回の、ね、動画でインドのお話を写真を通してさせてもらってたんですけども、今日もインドの行った時の写真を見ながらインドのお話し,していきたいなと思います。前回はね、トイレのお話、ちょっと汚いお話もありましたけれども、今日はね、こちらの写真です。 えー、この写真、どこかというとですね、ここはあの僕がインドで、あの、すごい行きたかった場所の一つで、まあ、いろんな外国人の方とかも写ってるんですけど、この、まずね、奥の神棚みたいなところに写真が飾ってあると思うんですけど、ここに写ってる女性。これね、あの、マザー・テレサっていう人なんですけど、マザー・テレサっていう言葉自体は、 ちょっとみんなも聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この人は、えー、この人はもともと裕福な家庭で育ったお嬢様だったんですけど、まあ、36歳の時に祖国を経って、まあ、インドの貧しい人のために自分の人生を使い果たすって言って最後死ぬまでこのインドで活動された方ですで、えー、インドで、まあ、あのマザーハウスっていってボランティア施設をたくさん作ったんですけども そのうちの一つがこちらの写真のところで、で僕はここで一週間ボランティアをしててで、最終日にそこで集まってた人と一緒に撮った写真一枚になるんですけども、ここはね、あの、えーまあ、インドの障害者の方ばっかりを集めて、でインドでそのスタッフの方も集めて、で 面倒を見て世話してるっていう、世話してるって言ったらちょっと上からかな。そういう施設になるんですけども、世界中からですね、あの、僕と同じように、ここに駆けつけて、ボランティア活動されてる方っていうのは、あのたくさんいらっしゃいます。で、マザー・テレサ自身はですね、最初はあの死を待つ人の家って言って、まあ、文字通り、 もう死にかけてはる人、インドでちょっともう死にかけの方とかをたくさん集めて、でそこで最後の、えー、死をみんなで見とるっていう、まあ、そういう施設を作ったんですけども、インドってね、本当にもう路上生活者の方がもうたくさんいらっしゃるんですね。特にまあガンジス川のあるところとか、ニューデリー首都とか、 ここはコルカタ、昔の言い方で言うと軽かったっていうところなんですけど、そういうまあ観光地になると、本当に特に大通りとかは、そういう物乞いの方とか、えー、その辺で寝てはる人みたいなっていうのがもうたくさんいらっしゃいます。多分今みんなが見たらちょっとびっくりするんじゃないかなっていうぐらい。で、まあこれはインドだけじゃないと思うんですけど、よくあるのが、まあタクシーとかでね、移動してたら、あの、 渋滞に捕まったりとか、信号待ちしてるときに、あの、どっからともなく、なんか、ガリガリの子供たちが寄ってきて、で、窓にね、タクシーのこのガラスの部分に、トントントン、どンこうこうこうみたいな、お金恵んでみたいな、お菓子ちょうだいみたいな、そういう子が普通に当たり前にあるような、そういう場所なんですけども、でね、すごいなんかあの、ここは、なんかぜひ行ってみたいなと思って、まあ、一週間いたんですけど、 本当にね、あの、ここでしか得れない経験というか、あ実際行ってわかることみたいなのがたくさんあって、で、例えばなんですけど、ボランティアする人って皆さんどんなイメージですかなんかめっちゃいい人みたいな、そんなイメージないですか意外と、ここのインド人の方、スタッフの、現地のスタッフとか、いろいろ一人一人話とか聞いてみると、結構ね、 なんていうかな。まあ仕事やからやってるみたいな。まあこの方たちは多分お金もらって雇われてるんでしょうね。なんかまあ正直めんどくさいみたいな。そんなの普通に言ったりとか、結構障害のある子供、そこに施設のいる子供を結構なんかね、そんな雑な扱い方して大丈夫みたいな。そんなのもあったりとか。まあそういうなんかね、あのー、本だったりとかウェブ上だったりで入ってきてる情報だけじゃなくて、 実はそういうところもあるんだとか、マザー・テレサの、ね、実態というか裏側みたいな話が聞けたりとか、まあ、ちょっとここでは言えないこととかもいろいろあったんですけど、まあ、なんか考えさせることがね、すごくありました。で、この写真は、あの隣は、えっと、中国人、で後ろのねあのスキンヘッドの渋谷おっちゃん、この人はスペイン人で、えっと またね、スペイン人の英語とかね、めっちゃ聞き取りづらいとかもあってね、あのずっと、一回みんなであの飯食うにこう言って、あの飯屋入ったんですけど、ずっとね、このスペイン人のおっちゃんが、ウィーフィー、ウィーフィー、ウィーフィーって言ってるんですよ。でみんな、ウィーフィーって何言ってるのかな、こいつみたいな。でよくよく聞いて,きて,聞いてみたら、Wi-Fi のことをずっと言ってて、何やねん、ウィーフィーみたいな。 そういうのもね、あの、経験できたりとか、まあ。アジアの方、中国人とか韓国人とか日本人がインド行く人すごい多いんですけど、まあ、ここはね、あの、変わっててすごいヨーロッパの方とか、まあ、ロシアの方とか、そういう人たちにも出会えたりとか、そこでの、あの、いろんな現地の、えー、文化、カルチャーってどういうものがあるのとかね、逆に日本のことについてすごい聞かれたりとか、そういうのもすごい勉強になりました。 ということで、今日は、えー、マザー・テレスさんのボランティア施設でのお話ということでした。ぜひね、本、ネットだけじゃなくて、現地に行って、直接見て、感じて、触れてみて、そこで入れるものっていうのもたくさんあるんで、ぜひぜひみんな、どんどんいろんな場所に行ってみてほしいなというふうに思います。以上です。